はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き、入間市モンタンスポーツさんへ来ております。いつもありがとうございます。はい、ということで、前回ね、Z プロステータスキャッチャーミットで、プロモデルを紹介してきたんですけれども、今回に関しては、ミズノでね、同じく公式用でプロモデルがあったので、そちらの紹介をしていこうと思います。公式用のプロモデル、夢ありますよね。まあ、軟式用だとね、限定とかで、あとはまあ、定番でもあることはありますけれども、公式、高校生、中学生が、憧れの選手と同じグローブを使うっていうのはね、その一つの夢でもありますし、っていう点でちょっとプロモデルを紹介していこうと思います。はい、じゃあまず1個目のグローブいきます。はい、1個目のグローブこちらになります。ミズノのこれは H セレクションですね、グローバルエリート H セレクションとインフィニティネオ限定カラーとカンペ読みました。書いてあります。これね、もうウェブでわかりますよね。坂本選手型書いてあります。これがね、新しく、まあ2年ぐらい前だったかな、去年かな、ここのね NB ラインからこれはネオラインっていうのにね変わったんですよね。まあ多分まだ IB ラインもあるとは思うんですけど、っていったような感じのグローブとなっています。で、本体カラーがこれはそうだ、スプレンディットオレンジだ。スプレンディットオレンジに、ブラックレースとなっています。まあでも今スプレンディットオレンジって逆に言ったらあれなのか、限定カラーになっちゃうんですね。普段は出てない感じなんですかね。まああとはレースが黒いから限定なのかもしれないですけども、まあ、ここにね限定カラーと書いているので、まあでも僕らのイメージで言うとミズノのスプレンディットオレンジって、まあ僕らの時はですよ、僕らの時はやっぱすごい定番なイメージがあったんですけども、最近やっぱねキャメルとかが出始めているので少し定番からは外れてきちゃったのかな。一世代前、あんま言いたくはないですけどっていうようなカラーニングになってきたのかなとは思いますが、まあ内野手でねこの色のグローブ使ってたらめちゃくちゃ映えるんじゃないかなと。てか名手っぽい感じしますよね、タンとかオレンジ系の色ってっていうのがあるので、このグローブ最高っすよね。ここに書いてあるんだ、ネオって。へー、これ知らんかったわ。こんな刻印がされてるとは思わなかったっすね。はい、そしてまあ坂本選手モデルのね特徴といえば、まあもしかしたら H セレクションの特徴かもしれないんですけども、このねネオの上にちっちゃくちょっと見えづらいですけど D リンクって書いてあるんですよね。それがウェブ下補強が入ってる、これがね D リンクってやつで、まあスラッカーとかだとねクロスウェブとか、H ウェブとかの下にここに補強がされてるんですけども、まあミズノもね同じくウェブ下でしっかりと耐久性を求めてここに補強がされているので、まあ、そういったところで長くも使えるよっていうようなグローブとなっています。でやっぱね軽い、本当にグローバルエリートの一番のやっぱすごいところって張りもあるのに軽いんですよね。なので操作性はすごい抜群ですね。これはラベルに関してはシリコンタイプじゃなくて糸で、ミズノプロより若干薄めな金色っていったような感じとなっています。で、まあ、坂本選手モデルの特徴といえば奥でしっかりとウェブ下でガチリと掴むようなポケットをしています。でそれもね、これも片付け済み、ゴリスポ君が片付けしてくれたやつなんですけども、そのような、それを最大に生かしたような、感じの片付け、しっかりとウェブ下、ここがねこうやってこっちから見た方が分かりやすいかな、ここがこうやって膨らんでいるので、まあ、ガッチリと掴めるのかなといったような感じのグローブとなっています。お値段が6万500円と、はい、お値段6万500円となっています。まあ高いけどね、高いけどミズノプロほどじゃないっていうところを考えたらいいのかなと、まだまだというふうに思います。まあしっかりと、まあ軽いんでね、少しミズノプロと比べるとやっぱり使える期間若干短くなるかもしれないですけれども、まあそれでもねやっぱり張りもあるし、内足用なんて手にあってなんぼですから、ガンガン使い込んで、手に一番馴染みやすいのはどちらかというとミズノプロよりかは早く馴染むのはグローバルエリートなんじゃないかなというふうにも思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ次のグローブいきます。はい、次のグローブも同じく坂本選手型モデルかな、のグローブとなります。こちらね型としては多分全く一緒、仕様も一緒かな。ここ N ライン入ってて、まあ、あのインフィニティネオ入っていて、ここにね D リンクのマークがあるのでここに補強がされてるっていうので、型としては多分全くやっぱり坂本選手モデルなので一緒なのかなというふうな感じがします。でカラーがこれミッドナイトっていうらしいです。一応黒ですよ、一応黒です、ネイビーじゃないですよ。もう見た目がっつりネイビーですけど、ネイビーじゃないですよ、限りなく黒ですからね。これは限りなくネイビーに近い黒ですから、っていうことは高校生対応です。これは高校野球でも使えます。で裏側がキャメルを使っていて、レースもキャメルかな。いやこれ渋い、派手じゃないんですよね、渋いけど目立つっていったようなグローブとなっていますね。まあカラーリングとしてはやっぱり暗い色、こういったやっぱ明るいキャメルを使っているっていうので正反対の色ではあるんですけれども、キャメルはね一応タンのブルーに入りますし、このミッドナイトもブラックのブルーに入るので高校野球でも全然本当に使えるので、渋くいきたいなんて方はこれめちゃくちゃいいんじゃないでしょうかね。はいはいはい。でこれもねゴリスポ君が片付けをしてくれていて、ちょっとずれているボックスに近いようなね、ボックスですけどちょっとずれているような感じの片付けをしています。小指指導、親指もまあちょっと動くけど
がっつりは動かない、どちらかというと小指側を動かすといったような感じの片付けがされています。ポケットもね、ここに1個、まずこことここに1個ずつ、真ん中合計2個ですね。当ても、まあ、こっちでこうやってパチンと当てもできるし、しっかりと送球つかんだりとかっていう方で、ウェブ下補強っていうのもできるかなというふうに思っています。いやこれもね軽いんですよね。やっぱこのグローバルエリートの軽さって何なんですかね。別に革がちゃっちいわけでもないですよ。革がちゃっちいわけでもないんですけど、でしかもね針もあるししっかりとあるんですけど、これは何なんだろう。でもね、どちらかというと Z プロステに近いような革の針と軽さをしているかなっていったような、水のプロ本当に重くて使いづらい、まあ革質はねもちろんどのグローブよりも正直僕はいいとは思いますけれども、まあ、革が分厚い分ちょっと扱いづらいなっていう方なんかはこういったね、グローバルエリート注目してみるのもありなんじゃないかなというふうに思っております。でこちらはお値段がねちょっと高いかな、62,700円となっています。まあ、これもねいろいろ書いてありますけど、ゴリスポ君の片付けなのでもう安心安全、すぐにキャッチボール入れるんじゃないかなといったようなグローブとなっています。まあ、高いですけど他の人と被りたくないって言ったような方がいたら、ぜひねこの N ラインも珍しいですし、珍しいっていうか、まあまだ出回ってはいるのかな。まあでも IB ラインほど多く見るわけでもないので、そういったところも含めてぜひぜひいいなと思ったらチェックしてみてください。はい、じゃあ最後のグローブいきましょう。はい、最後はこちらになります。はい、来ましたね、キャッチャーミットですね。これなんですけれども、ここにはい住谷銀次郎モデルと書いてあります。そしておっと隠れちゃったな。そしてはい、叫びですよ。これに関しては僕ははめた瞬間やばいなこれはというふうに思いました。なぜならまあね、住谷選手ってもともと西武時代畠山を使ってたんですよね。で畠山の時に M2 っていう型を使っていて、浅い、こうやって見ると分かるかな、こっちの方が分かるかな、かなり浅いんですよねキャッチャーミットが。これが分かるか、この向きが一番。前回紹介させていただいた Z プロステータスのあの森選手、小林選手型と比べるとかなり浅い部類のキャッチャーミットになるんですけれども、それがね水野でも出ました。でちょっと改良されてるかなって思うのは、叫びになったからかもしれないんですけども、 M2 の時よりかはここが親指のね芯の分厚さが少し減ってるかなといったような感じがします。ここにねウェブにプレートが入っているので、ここね浅いミットの特徴ってこことここでつながっていることがだいぶ多いんですよ。大体のミットってねもう一本ここにウェブの中段にも紐がつながっていることがあるんですけども、このミットに関しては浅いので、ここがね、ウェブに紐がこことここでつながってはいるんですけども、そういったところを耐久性っていう意味でここにねプレートが入ってるんですよね。まあ、なんでウェブでもし取ることになっちゃったとしても負けない、ウェブにプレートが入っているので、そこはね力強くカバーしてくれるっていうのが特徴となっています。でまああと浅いミットの特徴ですね、ヒンジがね今2本 1,2 ピッピッとあると思うんですけども、深いミットだったらここが3本になったりとか、することが大体です。なんですけども浅いミットはここがね、2本となっているので、かなり浅いっていうのが伝わってくるので、浅いミットの特徴が全部入ってるなといったような感じがします。独特なバックスタイルをしていて、まあ、ここがあるんでね屈曲がすごいしやすいなと、いったようなのが特徴となっています。でこれ一応何型って言ったらいいんだっけな、 SS 型っていいんですよね。ここに書いてあるか、 SS 型って書いてあるんですけども、一応ね田村選手かな、ロッテの田村選手も確か浅いキャッチャーミットで SS 型を使っていたような気がします。そうだったようなね、確かね MR とかいろいろあるんですよね。でも水の中の浅いキャッチャーミットの部類だと田村選手、住谷選手が確かこの型を使っていたっていうような感じがしますね。グローバルエリートなんでやっぱキャッチャーミットでも軽いっす。水のプロの叫び MR 僕去年の年末かに買いましたけれども、それより軽いんじゃないかっていうような、軽さがあって、しかもコンパクト浅い、ここもね比較的親指も薄いっていうところが見るとちょっと操作性っていう点ではかなりあるんじゃないかな。まあ、キャッチングとしてはね難しいかもしれないです、浅いんで。でここも薄いんでちょっと難しいかもしれないですけれども、ただ操作性、ボールに追いつくっていう点ではこのミットすごいかなりね、使い勝手がいいんじゃないかなと。まあ公式ですしね、軟式で浅いミットだとポン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 弾いちゃうことあると思うんですけども、まあ、公式なんで比較的軟式よりかは浅いミットちょっとは扱いやすいのかなといったような感じがします。お値段がねちょっとやっぱキャッチャーミットなんで値段出ますけども、63,800円となっております。まあそれでもねグローバルエリートでもとはいえ革も張っていますし、こういった公式に特化して向いている、キャッチャーミットというのもありますので、しかもね、プロの選手と同じような方を使えるっていう点ではいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひぜひね坂本選手を含めプロモデル気になった、水野のプロモデル気になった方は水野モンタースポーツさんへお越しください。はい、ということで本日は坂本選手型、住谷選手型のグローブミットの紹介をさせていただきました。水野モンタースポーツさんのリンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。
コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではアンシャー、いけいけいけ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。